こんにちは、R です。僕の元に2通のコメントが届きました。それを元にちょっと動画を作っていこうと思います。まず1通目はこちらです。じゃじゃん、アイランさんかな。ありがとうございます。アルさん、オルタナでカニタンクのところがクリアできないです。やってください。初コメ失礼しました。ありがとうございます。カニタンクのせいでね、あるよね。あれね、実は昨日うちの娘もやってました。で、クリアできないと言っていたので、まあいろいろ教えてあげました。で、じゃあ、よし、やろうかなと思ってたら、もう一つ、じゃじゃーん。RS さん、ありがとうございます。R さん、これ友達から聞いたのですが、ヒーローモードでサイト2のロボットのところをずっとカニタンクの球体モードでクリアできるみたいです。やってみてください。オーケー。ちょっとこれ面白そうじゃない？どういうこと？どうなったのこれ。体当たりで的を壊していくってことよね、多分ね。ガン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 。足もしかして落下しながら。乗った。よっしゃ。フィーバータイム。おお、何？今リフティングされたのか。ねえ、うわぁ。思い出では、顔が開くはずなんだけど。カニタンクって、まあ、こういうカニ形態と移動するときにね、こうやって丸まっとる形態があるんですけど、この丸いまんまでクリアできるみたいなんよね。このいっぱいある的を壊さんにいけんのよね。いけるんかな？丸まった状態。カニタンク、お願いします。行こう。よし、じゃあこっからもうずっと ZL ボタン押しっぱなしね。ジャンプはできるもんね。よし。で、一応こうやって塗りもできるし、体当たりに攻撃判定があるけ。こうやってね。ゴイン、よし。ゴイン。あ、こうやってね、敵は倒せますね。よし。で、走行外れても別に問題ない。で、このスイッチは？いけるのか！どういうこと？どうなったのこれ。どういうこと？これ、普通にやったらダメだけど、ジャンプしたらいけた。あ、濡れる場所は乗れるってことか。ちょ、行けよ。はい、登れ。なんで。何？これ、おい、行った。たまに行ける。あれ、まだ下ついてないね。よし。うわ。はい、行けました。第一の難関行けました。で、こっからよね。これ、この体当たりで的を壊していくってことよね、多分ね。今まだ動いてないな。上からやった方がいいのか。で、これ今動いてない状態の時に結構行った方がいいんかもしれんね。あ、これこういうこと？ああ。はあ。あ、なるほど。壊せる。上行けるかこれ。本当に？やってみるよ、俺は。でもこれ行けたら感動だね。あそこ一発食らわしてます。で、これで多分壊れる。よし。で、つま先を、よし、つま先赤い。よし、登ろう。これ、あの膝とかもいけるんかな？で、ここに、こいついます。縦持ち、後ろからズドン。うわ、惜しいな。くそ。待って。ガン。無敵だもんね。速攻でカニ復活するし。よし。じゃあ、で、こっから、足はどうすんだ？これで、まあ、この辺の、ちょっと壊していこう。よし。足は？足もしかして落下しながらやる？いや、でも RS さんの友達を信じよう。友達がいけるって言うんだから、いけるに違いない。まずこの右腕のところだな。右腕のところを壊していこう。ほいーんと。あの中身をね、だんだん V 破壊していこう。で、これで、ガツ、ナイス！よし。で、足場に乗る。オッケー。こう来て、ちょっと待ってよ。とりあえずあの腕を全部壊しとくか。こうして腕破壊を。よし。結構いった。ね。で、とりあえず V 破壊。腕破壊を完了させて。よし。あそこ、あと2つじゃけ。あれは大丈夫だと思います。こうして。
あと一回だ。そう。果てしねえな、これ。行きますよ、行きますよ。ここ焦らない。横断歩道は黄色では渡らない。R です。よろしくお願いします。ね。ちゃんと青になってから行こう。黄色で渡ったらバインってなるけね。現実世界でバインってなったらおしまいよ。みんなも気をつけて。赤信号は渡らない。黄色信号も渡らない。それで行きましょう。左腕を撃破します。撃破完了。で、足、どうすんだあれ。上から、ちょ待てよ。落ちるしかないもんね。上からね。こっから、決死の覚悟！よし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 、よしよしよし。二打目、二打目。ほら、あそことあそこはダメージ。よし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 。可能性がゼロじゃなければ、いける。よいしょ。一瞬、剥がれたけど、まあいい。ちょっと、コントローラーがね、薄いんだよ。Z。よし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 。風穴開けた。ほら。よし、あそこの、あそこに乗ったら結構でかくない？ね、乗ったら、ピンボールとか、ブロック崩しでいうフィーバータイムが来そうな気がする。よし。ゴゴゴゴゴゴ。これ青信号、青信号。で、行きました。ウィーンガシャ。よし、乗るぞ。乗れー、ね、乗って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 、よっしゃよっしゃ。よっしゃよっしゃ。フィーバータイム、フィーバータイム。あー。ん？なんか途中、濡れる場所があるのか。よし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 。あそこ乗ったら、結構でかいね。あ、ちょ、あ、危ない。一回待とう。よし。で、よし、オッケー。で、あそこに乗る、俺は。よし、乗れた。乗れて、やべ、うわーくそー、ダメだ。もう何も考えずに行った方がいいかもしれん。足壊そう。まず足壊そうか。膝上げ取るときに、今だ。これで、ガシャン、オッケー、乗った。変な場所乗った。これは？これは何？これは何でもないのか。今、右腕、右足、V 破壊完了。で、胴体が残ってますね。胴体を、ちょっと行きたいな。あそこ行けるかい？こうして、ここに乗る。で、ここがね、ちょっと難しいんだよね。うわー、そうだった！お前は！左足壊すか。あそこどうやって行ったんだ？よーし、よーし、よーし、よーし。これノーカット版、あれだ。ガレージにあげよう。R ガレージっていうチャンネルもあるんで、そちらもよろしくね。そっちにノーカット版あげるんで。食べー、よし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 。ちょっと戻しがね、これがね、どっかから一気にビヨーンって上がればいいんだけど。これはまあしょうがない。こうやってクリアすることは想定されてないもんね。みんな撃つでしょうみたいな。もしかしたらなんか隠しゼリフあればいいのにな。撃たずにクリアしたのみたいなね。よし、あそこ壊そう。あそこ壊せば、よしよしよし、よしよし、パリパリーン。で、あそこ、もう壊れるじゃん、このターンで。このターンで壊れて、また、フィーバータイム。よし、あー、でも、オッケー、フィーバータイム。よし。で、膝を狙え。よし。膝を狙って。結構壊せた。ちょっと見てみよう。こういう感じ。胴体。まず膝、足壊そうか。左足を壊して、あとは胴体部分か。胴体部分結構きつそうだな。どうやっていくんだ、あれ。胴体をどうするかは、ちょっと後で考えようか。で、膝を壊そう。まずあそこの V 破壊完了させて、膝が、今だ。よし。で、これで、ここで、こう、サッカーボール。よし。いいよ。で、ここだ、今だ。よし。オッケー、膝、ぶち壊してやった。さあ、問題の、胴体ですね。中枢部分か。あれは、一つ策がある。じゃあ、まず上に登りましょう。多分ね、腕の付け根登れるんじゃない？あそこ。ほら、インクついてるもんね。ここ登れるよ。登った。ナイス。で、登ったということは、こっから、よいしょ、オッケー！風穴、おお、何？
今リフティングされたのか。風穴開けれそう。よし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 。付け根に乗って、よし。で、ここから、こう。よし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 。ナイスナイス。うわ、またリフティングされてる。リフティングしがち。いけるね。右半身いけたら、そのまま左半身にもいけそうじゃけ。ここ、ビーンって乗る。これ。で、行こう。こうして、ガイン、よし、右半身。破壊完了。ね、こう来て、ここで上に行くじゃん。で、ここ実はね、乗れるんですよね。よけ、こっから、バシッ、オッケーオッケーオッケー、ナイス、リフティングはされない。それ。よし。で、ここ、こう来て、で、そこに、うわ、ダイレクトだ。うわ、リフティング、うわ。いや、でも、大丈夫。赤信号待ちでーす。これもこっちから行った方がいいよね。絶対ね。まあ、どっちから行ってもいいんだけど。行きますよ。ねえ、うわぁ、何あ、ミサイルに当たったのか。うわぁ、最終防衛プログラムが起動してるんだ。壊されてなるものかというね。くそぉ。あー、ミサイルのタイミング見てなかったね、全然。ミサイルなんて、障壁じゃないと思っとったもん。うわ、ここに来て防衛プログラムになるんだ。そうなんだよ。彼もまた3年間、続けてきた男だったんだ。よいしょ！オッケー。じゃあちょっと、ダメージ。ミサイルが、行きました。ここだ。ここで、パリンパリン、オッケー！胴体破壊完了。そして、伝説へ。さあ。あれ？なんだ？顔が開くんじゃなかったかい？確か、思い出では、顔が開くはずなんだけど。え？開いてないね。え？あ、開いた。あ、ここに来て開くのか。あーでね、あそこ開きましたよっていうことを周知しておいて、で、あそこは、待って。いける。いやなー、またこっから、この付け根に登って、うわー、フィーバータイムだ。よし。これ楽だよ。壊れねえな、なかなか。硬いでーす。よし。中入った。で、これ、どんどんってやっていくじゃん。コン。これは、あ、ジャンプで多分よかったー。上からもうやるんかと思った、俺。見て、このジャンプ。けなげなジャンプ。けなげジャンプアタック。う、危ない。やめろ。なんでだ。よし。あと一個、ラスト、行こうぜ。よくもリフティングしてくれたな。ボイン。うわ、危ない。見て。で、ここね、実は壊したら顔の中に閉じ込められるっていうね、小ネタもあるんですよね。こう、閉まる。あー、やっちゃったーと思ったら、後ろが開いてるっていうね。よーし、あとはクリアするだけだ。オッケー。よし。こっから行こうか。こっから謎の、よし、なんかいけるのか？いけないそうだね、これね。いけなさそう。よし、こっちから行こう。うわー、いけるねー。マジでいけるねー。隠しいくらも教えちゃうよー。こっち来て、クリアすぐするんじゃなくて、あそこに行きましょうね。ほら、反対側。ブイン。ここに来ると、さすが3号見逃さないね。ということで。いや、本当にいけるんだ、これ。丸型のみで、クリアできそうよ。いけた。よっしゃ、クリア。かかった時間は ?20 分。いけた、すごい。よし。これで、丸型のみでクリアすることができることが、証明されましたね。
オッケー。いや、まさかマジで丸まりだけでいけると思ってなかったな。ありがとうございます。ぜひね、頑張ったと思う方はチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。さあ、場所当てクイズ。場所当てクイズはですね、皆様から送られてきた画像の元に場所を当てるという企画でございます。制限時間は1分、1枚10枚、1枚10分、1枚10分でやっていきます。じゃあ、行きましょうか。じゃじゃん、花さん、ありがとうございます。ちょっと難しいです。頑張ってください。ここどこだということで行ってみましょうか。タイマーポチ。センシティブ解除ポチ。おお、なんだこれ、あ、ん落下部門だな、これ。多分足ついてない。なんか落下中、あんなとこあったっけな。ちょっと待ってよ。他はヒントは、この黄色黒のやつ。あれがあるステージって結構限られてそうじゃね。で、はい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 。なるほどね。で、ローラ、タコちゃん。あ、待って、このタコちゃん。俺が2の時にやっとった格好だ。わー、ありがとう。俺もそれで行こう。靴は何でもいいか。よし、行ってみよう。どこだ？ゴンズイ。候補としては、ゴンズイ、チョウザメ、ナメロ。ちょっとナメロ行ってみようか。来ました。あ、でも、黄色と黒のやつが、あ、ある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 、黄色と黒のやつがある。あるぞ。あって、縦になっとって、なんかね、この辺、どっかから、落ちおる最中なんじゃないかなって思うよね。とりあえず、黄色と黒が縦になっとるところを探そう。はあ、はあははあ、あ、カニだ。あっちらへんかな。ワイワーン。あ、そこにあるね。黄色と黒。あ、この辺か？あ、待って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 。マジでこの辺なんじゃない？これ落下部門だから、この辺。あ、でも、なんか文字が書いてあるな、ここ。見つけちゃったんじゃないっす？俺。こうして。じゃ、カメラで見てみよう。ここ。でも文字が書いてあるんだよな。で、でも、あ、文字ある？ある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 。ここで、この線のところに落ちて。こういう感じ。えい、今多分いけとると思う。多分ここだと思う。よっしゃ、これはちょっと勘が冴えとった。で、影の向きからしてこっち側、自陣側で間違いないはず。いや、多分ここだと思う。冴えてる！オッケー！さあ、続いていきましょう。じゃじゃん。ラさん、ありがとうございます。簡単かもですが、お願いします。ということで、見てみましょうか。タイマー、スタート、センシティブ解除、ポチ、ね、何これ、何これ、ん？え、これ、スプラトゥーンなん？あ、待って、ここに、カーソルを表示ってある。何カーソルを表示？ ZL でカーソルを表示？何この場面？え？こんなとこあるっけ？でも、カーソルを表示ってなかなか見んね。ちょっと建物の中入ってみようか。カスタマイズ。何カーソルを表示って。こんな書いても特にカーソルを表示にならんよね。カーソルを表示？いや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 。え、これ、パシャ、本体のパシャで撮った？待って待って、あのカーソルを表示って何？どうやって出てくるんだろう。今んとこカーソルを表示っていうところになってないんだよな。カーソルを表示。話しかけてみようか。あ、ここになるんだ。ロビーメニューとかにもないし。全く、やばい。何あれ。ああ、でもなんだろう。あの色合い的には、なんかカメラで撮るときとかに。いやー、違うね。
表示切り替えだよね。あ、どっかこうやってやっとんか。これか。ズームにした時のってことか。ええー、だとしたら、広場か。こうやって、で、カーソルを消した時のことってことよね。何この、灰色の、ザラザラ。灰色のザラザラか。よく見たら地面も結構違うんだな。いやー、微妙に違うか？これ、よくわかんねえ。合ってるかどうかが。これちょっと違うね、質感がね。あ、なんかこの辺、ちょっと、惜しい。え、この辺か？この辺か？この辺ちょっと惜しくない？これ。でも、ヒントが少なすぎる、これ。ここか。いや、違うな。便所の前とか？惜しそう。ダウニーさんとこの地面は、ちょっと違いそうだな。やっぱバンカラかな。これか？これも違うね。どこだ、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 どこだ？あー、タイムアップ！いや、これわからんっしょ。ちょっと特定が難しいですね。ちょっと答えが返ってくるのを待ちましょう。よし、じゃあ次の問題いきましょう。じゃじゃん、M さん、ありがとうございます。当ててみてください。やってみよう。タイマー、スタート、ポッチ。センシティブ解除、ポッチ。お、これはいいヒントがあるぞ。これちょっと広場に戻りましょう。これはですね、まず見てほしいのが、この緑色の光なんですよね。これがあるところは、実はもう、かなり絞られてきますよね。行きましょう。やったぜー。ルンルンランラン、ルラルラン。ここです。イカチャー。イカチャーに入って、紫のやつが多分ゴミ箱だと思うよね。これかな？ゴミ箱。で、こうして、はぁ。あー。わー、これだこれだこれだ。来たありがとう、これ面白い。よし、行きましょう。サクサクの軍艦巻きさん。美味しそうだね。行ってみようか。わーいってね。かわいいな、これ。よし、タイマースタート、ポッチ。センシティブ解除、ポッチ。ははーん、これ、あれだ。この初心者マークがかすれてるのとかすれてないのがあるってことは、実はこれね、これ、灰から必要です。あ、あそこなんじゃない？こう来て、どうやって写真撮ったんだろう？こうか。こう、うん？違うな。イカで、こうか。しかも、あれじゃない？なんか、赤い毛、ビッグランの時に撮ったんかな？ありがとう。ここですね。やったー。これ実は、1の時に貼ってあったシールは、これ、ハイカラシティじゃないですか。1の時に貼ってあったシールは、色褪せてて、新しく貼られたシールは、色褪せてないっていう、エモい小ネタらしいんですよね。ただ、俺が調べることができんくってね、じゃけ、この辺の、これこれ、これも、1の時にはこの3つが貼ってあって、その時は色褪せてないんですよ。ただ、3の世界になってからは、この、今まで貼ってあったやつが色褪せとって、新しく貼られてるよ、みたいな。そういうエモコネタがあるらしい。結構あるんよ。多分、こういうのもそうだと思う。ワン持ってる人はここが色褪せてないか確認してみてね。ダウニーさんとこの。オーケーイ。
さあ、ラさんから答えが送られてきました。ありがとうございます。ここはですね、なるほど。ここだったのか。ちょっと行ってみましょうか。確かにね、よく考えれば分かったかもしれん。見て。これ。頭屋の入り口のカーペットの模様。うわー、ほんまよ。これだってさ、黄金率じゃんってね、調べたこともあったよね。うわー、思い出せなかった。これはやられたね。いい問題でした。ありがとう。という感じで、みんなからね、ツイッターで募集した画面をもとに、場所当てクイズっていうのもやっております。応募方法はこちらでございます。じゃじゃーんとね。こんな感じで、メンションして、あと、センシティブ設定を忘れずにお願いします。センシティブ設定になってなかったら、画像が、僕がね、見えてしまうんで、純粋な10分っていうのが測れないんで、まあ、探そうと思った時にはタイマーなしでやろうとは思いますが、とりあえずセンシティブ設定をピピッとやってお願いします。で、あと注意事項としては、一人一枚ずつ、で、撮影モードではなく、本体のスクショ機能、これですね。パシャ。で、その時も、このホーム2回押しての、ズーム。こういう感じ。こういう感じで、パシャって撮るのは、今、やめにしてます。カシャカシャ。まあ、ゆくゆくはね、もう、簡単になりすぎて、全部わかっちゃうよってなってきたら、その、ズームも解禁するかもしれんけど、今はね、なしでやっております。で、見つけた時に脳汁。僕、見つけた時脳汁が出るんですけど、それが70リットルぐらい出るように調整をお願いします。あとは ID や名前、あとはね、Twitter のアイコンとかも載りますんで、そこをご了承をお願いします。というわけで、大体ですね、毎日5時ぐらいね、こういう活動しておりますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。そして最近はですね、夜の9時ぐらい、9時か9時半かぐらいから、ライブをできる時間がありますので、ライブ配信もやっております。今は挑戦としては、ポケットモンスターエメラルド。これ、だいぶ前のゲームなんですけど、ポケットモンスターエメラルドの、鬼畜難易度の金脱羅討伐っていうのをね、やっておりますので、これ簡単に言うと、レンタルしたポケモンで、42連勝するっていうね。ね、やばいでしょ。やばいでしょ。今まで最高が、昨日出たんですけど、20勝。あと半分。でも、ね、20勝いったら、その、金脱羅。脱羅っていうのがね、トレーナーの名前なんですけど、銀脱羅っていうのが出てくるんですよね。まあ、手加減脱羅とも言われるんですが、そいつにやられました。なすすべなく。夢を打ち砕かれました。でも僕はまだ諦めてない。この挑戦でやってはいけないことを、それは諦めることです。よし、それをちょっとやっていこうと思いますので、ぜひね、みんなで応援をよろしくお願いします。でポケモン知ってる人も知らない人も、多分ね、見とったら楽しいと思うんで、ぜひ見てください。で、知ってる人は教えて。これもうネタバレとかないけ。ガンガン教えてもらっていい。そのポケモンのタイプは鋼ですとかさ、種族値が何々ですとか。みんなでワイワイガヤガヤ言っていく挑戦になっておりますので、よろしくお願いします。OK! じゃねー!バイバーイ!チャンネル登録よろしくね!では、アイリンさん。カニタクのステージ、行きましょうね。はい、カニタンクのステージはですね、まず、2つの攻撃パターンが、いや、3つの攻撃パターンがありますね。まず、ZL ボタン、ZR ボタンを押すと、この、シトト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 トってやつ。で、R ボタンで、この、キャノン。そして、ZL ボタンでの丸まり。どれを使ってもいいんですが、どれを使ってもクリアできます。でも、ZR が楽かな?この、シトトトトトトでやっていきましょう。ここをまず全員、落ち着いて倒して、あとは、こうやってね、塗っていきましょうね。そうです、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 そうです。で、コロコロでいって、まずは正面に立って、ここから狙えるものを全部壊しておきましょう。こういう風にね。楽だなんて楽なんだめっちゃ楽じゃんめっちゃ届くよほらよし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 。で、まあ、足とお腹の辺を壊したら、上に登りましょう。バイーンとね。で、上に登るときなんですが、ここね、信号を注意して。今赤信号ですよ。で、青になっていく。青になっていく。で、あそこね、黄色信号で行きたくなる気持ちはわかるんですが、黄色信号だと後ろにバイーンって蹴られるけね。で、ここ彼は、
このキャノン砲で後ろ向いた時にやってやりましょう。これ実はキャノンでいけるんかな。ピューン、あ、当たりそうだな。ほい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 、あ、まあいいや、ここはちょっとね、正面に立ちましょう。正面に立って、ここで一回やり過ごし、ここの正面に立って、で、ZR ボタン。もう押しっぱでいいですね。そうすると、楽々。で、ミサイルを撃ち落としながらも、胴体も、これで全破壊完了です。そしたら顔が開くんですよね。この顔が開くのが、なかなかね、僕も最初気づかなくて難しかったんですけど、気づけばね、もうこうやって、トコ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 、全部壊せば、腕の向きが変わるんですよ、動く向きが。で、ね、そうそう、ほら、この向きが変わったら、すごいここが楽にいけるようになるんですよね。あれ、向き変わらずとも、無理やり行くことはできるんですけど、ただ、ゴールするのはね、いけないので、これで動きが変わったら、ここに飛び乗って、ここは最後の難関ですね。はい、行けました。で、余裕があれば、反対側も行きましょうね。さっきもあったんですけど、反対側の、ぴょんーん、ぴょんーんってね。で、こっち側に行けば、じゃーん。これでクリアができますと。うわ、めっちゃ楽じゃん。で、キャノンでドガン。そしてゴールで、オーケー。